ジーン・ミューアは、アメリカ合衆国の女優。ニューヨーク州、サファーン生まれ。1930年より、ブロードウェイの舞台に立つ。1933年にワーナー・ブラザースと契約し、同年、失踪者3万人で、早くデビュー。3本目のポール・ムニ主演、世界は帰るで抜擢され、以後、リチャード・バーセルメス、ジョージ・ブレント、パット・オブライエン。 クランチョット・トーンらの相手役を務める。1934年のアズ・ザ・アースターンズでの演技は批評家にも高く評価され、1935年のマックス・ラインハルとウィリアム・リターレ監督の大作、真夏の夜の夢ではヘレナを講演した。だが、企画への不満から1937年にハリウッドを去り、ロンドンで J.B. プリーストリー原作の舞台、ピープル・アット・シー映画、 j ェーンステップスアウトに主演した後ブロードウェイに復帰した。その後も映画出演は断続的に続け、1943年の永遠の処女では主演のジョーン・フォンテインの姉を演じた。また彼女は風と共にサリーヌのメラニー役の候補の一人でもあった。1950年、ミューアは人気ラジオドラマアルドリッチファミリーのテレビドラマ版で メインキャストのアルドリッチ夫人を演じることとなったが、同年6月に出版されたレッドチャンネルにハリウッドブラックリストの一人として彼女の名前が掲載されたことから一方的に契約を破棄された。ミューアは自身がコミュニストであることを強く否定したが、結局決定は覆らず、以後女優としての活動機会を完全に奪われることとなった。1950年代半ばの彼女は、 アルコール中毒に苦しみ、さらに観光兵をわずらっていたという。1960年代初めに健康を回復して女優業に復帰。以後、多くの舞台やテレビドラマに出演した。1968年にミズーリ州コロンビアに移り、同地のスティーブン・カレッジで演劇を教えた。1996年、アリゾナ州メサで死去。 ハリウッド大通り6280番地のハリウッドウォークオブフェームに星を持つ。真夏の世の夢より、左からロス・アレクサンダー、ディック・パウエル、ジーン・ミューア、オリビア・デ・ハビランド。ありがとうございます。